とは任せた。はい、こんにちは、トイハッピーです。今回は合体霊獣デラックスイグアナゴーストライカーです。バイクと幽霊船が合体。幽霊船は分かります。まだなぜイグアナこのチョイスっていうのが謎です。まあ何でもありですね。幽霊船モチーフなんだけども、サイズ的には小ぶりでしたよね。豪快ガレオみたいに乗り込めたら面白いんだけど、そうなっちゃうと収集つかないのかな。はい、こちらがインナーです。で、ポロッと落ちたのが何でしょう、なんかちっちゃいパーツ。あ、これは帆ですね。2本くっついてます。幽霊船らしくボロボロですね。横から見ると波打った形でピシッとまっすぐではないです。大きさが小大で、もって大きいこいつがイグアナの本体、幽霊船ですね。ほい、なんか上から見ると結構複雑なデザインですね。黒いボディで顔もついてます。目と口、木造の船みたく木の細かな目がデザインされてます。上から見るとなんだ複雑。あちこち動きそうなのがこれまた楽しそうなんだけど、どうやって開くんだ。ここか。あ、これで開いてイグアナのボディと尻尾、ちょうど甲板部分が丸々尻尾になりますね。で、あ、これがイグアナの顔だ。これでガシガシ歩いてよじ登って敵に襲いかかるイグアナです。で、残るはバイク、マシンゴーストライカー、オフロードベースの車両。はい、色は黒ベースでガンガンセーバーと同じような配色です。シートがオレンジ、タンクが薄いグリーンのようなブルーのようなメタリックです。アンダーカウルは稼働、センタースタンドも装備、起こすことができます。まあ、こうやって手に取った感じだとアンダーカウルがなんか妙にでかい気はします。そしてフロントフォークは倒立のディスクブレーキ、結構細かく造形されてます。回転も小気味ですね。はい、で、別売りの GC シリーズを乗せてみたんですけど、ちょっとね苦労します。まあ、ハンドルは手に持たせることができるんですが、ちょっと足の接地が届かなかったり、うまくまたいでるポーズが取りづらいんですよ。車幅もあるし、やはりこのアンダーカウルが邪魔してうまく立ちづらいです。立つというか乗ってる姿勢が取りづらいんですよね。なんか突起と穴があってね、ロックできればいいんだけど、それがないので結構ストレスがたまるかもしれません。まあ、それでいてシートもツルツルなんで、カウルをフロントにずらせば多少はまたがりやすくなるんだけども、ゴーストライカーの状態だとなかなか厳しかったりします。まあ、結構これに限らずボーイズトイ系のバイクとフィギュアって相性がいいやつってそうそうないので、カウルを動かして合体させた時に、まあ、乗れればいいかなってとこです。まあ、こちらが幽霊船、この方を取り付け、小さい方が前で大きいのが後ろです。根元を持たないとカクッと曲がってしまいますので、根元を持ってしっかりとパチッとはめ込んで完成。うん、なんか横から見るとふにゃってるんですけど、なんか意味があるんでしょうか。帆船なんだけども前足が2本生えてるっていう独特のデザインです。そして顔もついてる。まあ、カチカチと動きます。で、船首、まあ、砲台のようなものは軟質パーツで固定されてます。稼働はできません。で、一旦ちょっとねここで撮影を中断して、まあ、なんとか乗らせようとしたんですけど、取説にはねしっかりと乗れる風には書いてあるんですよ。で、足も設置してるんですけど、まあイラストはピシッと止まってますよね。ただ足をガニ股のように広げたとしてもバイクとの相性が非常によろしくないんですよ。まあ、両手でハンドルを掴んでれば何度乗ってる風には見えますよね。はい、それはさておき、メインギミックの合体です。まずはセンタースタンドを折りたたんで、アンダーカウル、黒いカウルをぐるっとスト
ストライカーのフロントにかぶせます。これで合体準備完了。ちょっと顔が隠れる形です。はい、そして幽霊戦、まず頬を2本前に折りたたみます。前後ろ、もう一回起こしてみると、この波打ってるのはちゃんとこういう意味があったんですね。倒すとしっかりと重なります。続いて後ろの部分、後ろの足ですね、こちらを展開します。そして先ほどのように選手を持ってぐるっと回転、これがボディと尻尾になります。続いて足を上に向けて、先ほどのようにイグアナさんの顔を出します。ぐいっと根元から動かして、ちょっといろんな角度でやってみました。引き出して合体準備完了です。結構長くなるんですよね。それでいて尻尾がめちゃくちゃごついで、イグアナの後頭部に前輪を突き刺します。特に難しくはなく、そのまま差し込むだけです。パチッと止めればしっかりと止まります。バイクを合体させた後で最後ちょっと押してあげるとパチッと止まります。バイクのカウルがイグアナのフードっぽくなってます。はい、そしてゴーストをまたがらせてみると、まあなんとかハンドルで保持してますので、劇中さながらの合体がします。はい、そして細かなところなんですけども、メインはブラックなんですが、イグアナの表現をしているところが明るい緑、この木目調のね船のデザイン、個人的にはポイントが高い部分ですね。はい、足なんですけれども、かがんだ状態、関節から曲げた状態ですね。そして上から見ると尻尾もしっかりとあります。ごってごてのアーマーを装着したような尻尾です。これが頬を出した状態、畳んだ状態、尻尾の先端も緑。この形態の時、上から見ると肉抜き穴が目立ちます。反対側も同じです。イグアナは単体でも動いてたので、後輪の動力伝達とかはあんまり関係ないのかなとちょっと思います。ゴーストの足はちょっとくぼみがあるので、そこに軽く乗せてる感じです。ただそうすることにより立ち乗り状態、シートには座ってない状態になります。ただね、個人的には合体遊びよりこちらの変形だけの方が妙に楽しかったりします。すごく単調なんですけどね、バイクを合体させてどうのってよりは、船からイグアナに変形させる工程の方がかなり楽しかったりします。ただですね、2話で登場して、大々的な活躍を見せたわけですけど、ここ最近の流れでいうとね、玩具の発売の時だけ妙に出てきて、それからフェードアウトっていうのがね多いので、ドライブだったらライドブースター、ライドクロッサーも劇中で合体も本当数えるぐらいしかなかったんでね、そういう風な扱いはちょっとしてほしくないかなと思います。あとはこれだけではないんですが、ボーイズと池のフィギュア、足の裏に穴が開いてるんですよね。この穴を生かしてバイクのステップダルとかイグアナの側面に突起をつけたりすれば、なお固定ができるのかなと思います。やはり動かして遊んでてポロリとかは結構悲しくなりますし、気がめいってしまいます。そんなわけで今回の動画は合体霊獣ゴーストライカーでした。イグアナとバイク合体ジョイントしっかり止まってないとグラグラしますので、ちゃんとパチッと止めた方がいいですね。当然ながら桜ハリケーンは合体できませんでした。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。